おかしいだろう。鳥つめ。どうも、鳥のつめ団外です。ということで、今緊急で動画回してるんですけども、これちょっと聞いてくれよ。なんかもう動画にしないと俺やってらんねえわ。まあ皆さんも生活する中で当たり前のように利用してるであろうクレジットカードありますよね。まあニュースなんかを見ているとクレジットカードが不正利用されてしまったっていうのとかね、たまにありますけども、まあどこか他人事で、まあ自分は関係ないようなイメージでいたんですね。まあ注意してれば大丈夫だろうなんて思ってたんですけども、まさかの鳥の爪団相当クレジットカード不正利用されてしまいました。もうちょっとやってらんない。とまあ、で、これがね、怖いことに、全く身に覚えがないんですよね。まあ、楽天カードだったんだけども、まあ、楽天カードから電話が入ってて、なんだと思って。で、留守番電話を確認したんですよ。そしたら、もしかしたら、不正利用されてるかもしれないので、カードが止まりましたっていう連絡だったんですね。それ自体が詐欺なんじゃないのとか思ってね。なんか、念のため電話番号とかもネットで検索して、でも、これは番号正しい、ちゃんとしたところから電話かかってるなっていうので、まあ、じゃあ、一回ちょっと、ね、折り返してみるかっていうので、問い合わせしてみたんですね。で、まあその問い合わせする中で先にね、明細を見たんですよ。そしたら本当に全く身に覚えのないプレイステーションストアの、購入履歴っていうのがずらーっとあって、こちらの画像をご覧ください。全部、プレイステーションネットワークからの購入履歴になってんだけど、このなんだちまちま購入してんの。3520円を合計6回に分けて、でなんかちょっと足んなかったのかもう一発1760円買ってんの、ふざけんなよで合計すると被害額が、22,880円っていう、でもめちゃめちゃ高額なわけではないけど、普通に嫌な金額が不正利用されてると。で、まあこれ完全にカード止まってるんで、まあ後々手続きとかすれば、返金とかをしてもらえるみたいなんだけども、こう困ったことにですね、プレイステーションの方に一回問い合わせしてっていう風に楽天カードの人に言われまして、っていうのもね、なんかアカウントがプレイステーションのアカウントが俺持ってるわけじゃないですか。まあそれこそサイレントヒル2のね、実況とかも今やってますけども、それをやってるアカウントがもしかしたら凍結になっちゃうかもしれないので、先に問い合わせをしてくださいと。それからこのカードが完全に利用停止になって、別のカードがまた再発行されるみたいな流れみたいなんだけど、マジかよっていう、なんかもう本当に俺何もしてないのよ、悪いことただ不正利用されてるっていう。じゃあこれどうやってその流出しちゃったんだろうっていうので、自分なりにこういろいろ考えて、その不正利用につながってしまったケースを考えたんですね。でその中で一番うわこれかもなって思ったのが、そのプレイステーションネットワークのセキュリティの強化っていうのがあるのね、項目としてね。まあ皆さんもその PS5 とか利用してると、もしかしたらちゃんとね、やってる人もいるかもしれないんですけども、プレイステーションストアで何かを購入する際にパスワードを毎回要求するようにね、設定するっていうのがあるのね。でそれ俺ね、エペとかやってた時期にたまにこうガチャとかを課金したくなるじゃないですか。で毎回毎回そのパスワードを要求されるのめんどくさいなと思って、購入時にパスワードを確認するの項目を俺オフにしちゃってたのね。で場合によってはそのアカウントの方にその第三者が不正利用、まあログインをしてしまって、情報だけ抜き取られて、でそのカードが利用されてるっていうパターンが一番あり得てるのかなっていう感じがしますね。まああとはシンプルにネットショッピングとか、まあ普通にアマゾンだったりとか、それこそ楽天市場とか、まあそういうサービスぐらいしか使わないんだけども、まあそういう中でなんかそのね、情報漏洩があったりとか、飲み会とかに参加した時にクレジットカードとか使うこともあるけども、なんかそういうところで、情報だけ抜き取られてしまって、番号だけ取られちゃったとかっていうことはあるのかなぁと思いつつ、いやでも本当に全くその情報が漏洩してしまったルートっていうのがもう本当想像の範疇でしかないっていう、これが本当に怖いね。なんか今一度皆さんも気をつけていただきたい。人ごとかなーなんて思ってると、意外と身近にこういう詐欺とかって潜んでるというか、フィッシング詐欺的なメールとかもね、たまに来るじゃないですか、迷惑メールみたいので。ああいうのとかも、ああなんか迷惑メールまた来ちゃったよとか思いつつ、ちゃんと注意とかしてたんだけども、いやーどっから漏洩したんだろうっていう、なんかその入力した記憶とかも特にないし、
いつも使ってるサブスクぐらいしかね、ほんと登録されてないようなクレジットカードだったんですけども、いやー、まさかだよっていう。で、このカード自体が再発行になってしまうわけだから、番号が後々変わるわけじゃないですか。つまり、今登録してるサービスとかも全部支払い先を違うカードとかに変更する必要があって、もうそれが、もう、なんで俺がやるのみたいな。不正利用されてる側なのにさ、なんか、おかしくないみたいな。勝手に人のやつでさ、ちまちま3000円いくら、なんかプレイステーションだからさ、それこそガチャとかになんか課金したのかもしんないけど、もうなん、ほん、なんどうしてなんだよと、まあ本当に何のオチもない動画なんですけども、本当にただの啓蒙活動というかね、動画のネタにでもしないと俺ほんとやってらんないなってなっちゃったんで、今日喋ってますけども。まあでもおかげさまでなんかそういう手続きでさ、お問い合わせとかいろいろもろもろあるわけじゃないですか。でも時間ばっかり取られちゃって、なんか動画とかも撮りたいのに全然撮れなかったりとかして、もう勘弁してくれよっていう感じなんですけども。で、あと、もしかしたらこの動画を見てるかもしれない世の中の犯罪者たちよ。うん、滅びろお前ら。なあ、いやなんか今年の下半期呪われてんじゃねえかなっていうぐらい、なんかね、体調不良とかにも最近なってたけどもちょっと役が畳みかけてきてるんだけど、この今年の後半にかけていやー、まあ人生いろいろありますけども、めげずにね、頑張っていきたいなと思います。まあ、ということで、そんな不運に見舞われてしまうこともあるのが人生。鳥の爪団相当は引き続き頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。ということで、皆さんもクレジットカードの不正利用とかにね、本当に気をつけてください。ということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。いやー、ガチかー。